こいつさらに何か要求してくる気だなと思うんですよ。コントローラーってのは、まあ、人に何か言われてやるのが嫌いで、まあ、自分が基本的に、まあ、人を支配したいっていう欲求を持ってる人たちね。はい、皆さんこんにちは、教育屋根ひろと申します。マネージャーです。久しぶりに質問が来ていたので回答をお願いします。はい。部下とのコミュニケーションに困っています。平野さんのコーチングの動画を見て勉強しましたが、部下のタイプが分かりません。この言葉をかけると判断がつくみたいな技はありますか？なるほどな。まずコーチングにおいて、例えば3人部下がいるとしますと、で、まあもちろんアルバイト持ってますよね。で、まあ、それぞれこのタイプはこうだろうなとかいろいろ思うんだろうけど、一番自分につながってる、まあ、多分自分が教師だったらもう副教師長みたいなポジションの人、あと教務の一番偉い人とかのタイプが分からんみたいな、そこが分からないからちょっとなんか教室がうまく回ってないみたいなね、まあ、ことがあるんだったら、もう一番簡単なのはコーチングのテストあるからあれやらせなさいって話なんですよ。で、ただそれを拒否される場合っていうのがあるんですよね。拒否してくるっていうことはコントローラーかなみたいな。で、実はそう、これが一番重要で、実はあれコントローラー、プロモーター、サポーター、アナライザーっていう風に4つに分けてるんだけど、この4つの中において最も扱いに注意しないといけないのはコントローラーだけなんですよ。実はなぜかというと、日本人の半分はサポーターだって言われてるんだから、確率的にサポーターなんですよ。2分の1の確率で。じゃあちょっとコーチングの動画全く 見ずにこれを見た方もいるかもしれないんで、4つのタイプ軽く説明してもらっていいですか？コントローラーってのは、まあ、人に何か言われてやるのが嫌いで、まあ、自分が基本的に、まあ、人を支配したいっていう欲求を持ってる人たちね。で、プロモーターってのはもう自分の何かこう影響力を与えるのが大好きな人で、例えばなんか自分がギャグ言って大爆笑みたいになるとすごい嬉しいタイプ。あと上司とかに、もう今回お前のおかげで飛行士大成功したわとか言われると、要するに自分が影響を与えたから嬉しいと思うタイプですね。で、サポーターってのはもうその読んで字のごとくなんですけど、人を支えるのが好きで、まあ、いわゆる縁の下の力持ちみたいなところにもあるタイプで、アナレーザーってのはとにかく論理分析、が筋が通ってることが第一だり、間違いが大嫌いって人なんですけど、基本的にサポーターなんですね。半分ぐらいは。で、サポーターの中においても、表情が明るければプロモーターだよね。表情がなかったらアナライザーだよね。っていう風に分けることがある程度できるんですよ。とにかく一番厄介なのは、このコントローラーなんですよ。コントローラーの上司、コントローラーの同期、コントローラーの部下って、このどこにいてもコントローラーの扱いが一番困るんです。一番高度なんですよ。ってことは、タイプがわからない場合、まずコントローラーかどうか確かめるっていうのが一番大事。コントローラーの場合とコントローラー以外の場合では対応結構異なってくるんで、はい、コントローラーコントローラー用のやっぱもう対応があるんですよ、ちゃんと。まあ次に厄介なのは正直アナライザーです。アナライザーは筋が通ってないとか、論理が破綻してるとか、根性論とか対価系のノリとかあんま好きじゃないんで、説明が10個あるとしたら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で説明しないと動かない人たちだから困るんだけど、頭のいいアナライザーは自分でできるから自分で考えて、これが一番最善だよね、なぜならこうこうこういう理由があるから、でそうしたらその結果こういうことが起きて、こうなって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 こうなるって自分できるから、まあ正直言うと放っておいても大丈夫なんですよ。でサポーターはまあちょっとほっといちゃダメなタイプだから、頑張ってねとかありがとうとかそういう言葉かけりゃいいので、プロモーターは「ああ頑張ったなお前!」って言っとけばいいんですでもコントローラーだけもねて取り扱い注意なんですよ。だからそこだけ見極められればなんとか回るかなと思います。これは生徒と一緒で、コントローラーは人口の比率的にも、まあ僕今まで結構取ってきましたけど、まあ正直1割ぐらいしかいないんで、全体のランダムにいるとしたらそんなに引き当てる確率は高くない。ただ、いる可能性は全然ある。やっぱ 10% ぐらいいるから。なので、対処法は覚えてないといけないかなと思います。で、コントローラーが最も嫌う言葉あるんです。褒める。コントローラーは褒められると、こいつ、さらになんか要求してくる気だなって思うんですよ。例えばだけど、皆さんもね、タイプはそれぞれ4つどこかにあるんですよ。で、まあ、2個持ってる人もいますけど、こんな経験ないですか？親とかに、なんとかちゃん、マネージャーちゃん、算数で今日90点取ったんだね、頑張ったね、次も頑張ってねってやると、次は100点を求められてるような気がしてムカついてくるんです。これがコントローラーの大きな特徴なんですよ。だから
褒めちゃいけないんですよ。直接的に褒めると結構あどうもみたいな、あありますみたいな、そういう最低限のマナーだけ守ったありがとうございますしか返ってこないこと多いから、それで結構見破れるかなと思います。でもプロモーターとかだと、すげえ90点じゃんって、そうなんですよ90点なんですよみたいな感じだから、もうそれで分かるんですよ正直。で、あともう一個ちょっと高度なんだけど、まあ、さっきのその褒める以外にもうちょっとないかって言われると、もう一個あって、コントローラーは結論を先に言わないとイライラしちゃいます。あの起承転結のケツって結果のケツですね、結末のケツです。一番最後のことじゃん。起承転結で話すと起承転のところで時間稼がれるじゃん。時間がその話してる側になっちゃうんですよね。コントローラー側はこの起承転のところに自分の時間を奪われてるんですよ。コントロールされている状態なんですね。だからめっちゃ嫌なんですよ。いいから早く結論言ってとか。でそれで何なのって途中でバッって挟み出すんですよ。だからまあそれでも分かったりするかなと思います。そもそもなんだけど、報告連絡相談する時っていうのは結論から言いましょうっていうのはビジネス的なスキルとして、まあ比較的簡単に使えるものなんで、結論から言って問題はないわけですよ、あの普段の仕事をしている間においてね。だから起承転結で喋った時に、あ聞いてないなとか、あイライラしてるなとか、で向こうから最後どうなんですかみたいな、上司とかだと結論から言ってる、で部下だとはい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 、急かすんですよ、急かしてくるね。それでコントローラーだけやっぱ見抜くことできるから、コントローラーかコントローラーじゃないかみたいな分け方まずバッてしてから、こっちの3タイプはもう少し精査していくっていうようなやり方が一番いいかなと思う。なんでか最初言った通りですね、コントローラーが一番扱いに厄介だからです。はい、参考にしてみてください。よろしくお願いします。では、はい、それでは参考になりました方、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではありがとうございました。